認知症の親がやたらと物をなくす。なんでなくすのか、どんな対策が考えられるのか、詳しくお話をしてみました。親ケア .com 介護アドバイザーの横井浩二です。親ケア .com 公式チャンネル、日本一わかりやすい介護講座、始まりました。今回のテーマはこちら、認知症の物なくし対策1。認知症の親が物をなくす4つの理由と対策。家族が泥棒扱いされる理由とは。認知症の人が物をなくす、誰かに取られたんじゃないか探し回っている、よくある話というか、認知症の代表的な症状の一つだと思います。そんな中で、なんで物をなくしてしまうのかが分かれば、ある程度対策も考えやすいですよね。具体的な理由および対策について詳しくお話をしてみました。さらに加えて、家族がなぜ泥棒扱いされるのか、頑張って介護してるのになんでひどいことを言ってくるのか、そのあたりについてもお話しております。ぜひ最後までご覧ください。最後まで見てよかったと思う方、高評価ボタン、グッドボタンをお願いします。この親ケア .com 公式チャンネルでは、他にも介護の役に立つ動画をどんどん出しています。ぜひチャンネル登録もお願いします。そしてもう一つ、新しい動画の見落としがないように、通知ボタン、ベルボタンについてもチェックをお願いします。それでは早速今回の講座をスタートしていきましょう。どうぞ。で、私こういう相談をされることがあるんですね。認知症の親がいつも物をなくしちゃう。大騒ぎしながら家中探しまくってうるさいんです。泥棒扱いされることも多くて本当につらい。なんで私のことを疑うんでしょうか。まあ、一生懸命介護してる親から泥棒扱いされると本当に悲しくなってしまう。これはもう当然じゃないですか。認知症の人が物をなくす4つの理由と対策。私なりに認知症の方がなぜ物をなくすのか、そしてその対策としてどんなことが考えられるのかについて整理してみました。理由1、自分で隠したことを忘れてしまう。大事なものだからこれは片付けておかなきゃいけない、そう考えて隠すんですよね。でも隠したという行動そのもの、行為そのものを忘れてしまう。場所を忘れたんだったら、自分が隠したけどどこに置いたかわからない、一緒に探してぐらいのことを言ってくれると思うんですけども、隠したことを忘れてるから突如物がなくなったみたいに感じるわけですね。誰かが取ったんじゃないかって不安になるわけです。これの対応策としては、定番の隠し場所を特定して優先的に探す。よく隠しやすい場所、親が必ずここに隠すみたいなお決まりの場所がある程度パターンが見えてくるんですよ、長いこと介護やってると。私が聞いたことがある、あるいは私自身が体験したことがある隠し場所としては、例えばこんなもんです。押し入れの布団と布団の隙間、これ私の親の話です。通帳とか印鑑とか、そうしたものを隙間にうまいこと入れてました。で、布団と布団の間だけならまだ発見しやすいんですけども、布団にシーツがくるまった形になっていて、その布団シーツの間に入れてるんですよ。だから布団をよいしょとどけてもシーツに挟まってるから見えないと、なかなか巧妙な隠し方をしていましたね。下駄箱の靴の中、2段目の長靴の中に隠してました。で、そういう話を聞いたこともあります。これも印鑑類とか、鍵とか、そうしたものを隠してたそうですね。で、結構意外だったのが、冷蔵庫のタッパーの中、タッパーでいろいろご飯を冷やしたりとか、あるいはおかずを冷やしたりとか、そうしたことをするのは当たり前なんだけど、透明じゃないタイプのタッパーに、お金、現金を隠していたとパターンを聞いたことがあります。あと驚いたのが、犬小屋の中にビニール袋にくるんでと、なんか犯罪で使った凶器隠すみたいな感じですよね。でもそうしたところに隠していたというパターンもあります。親を注意深く見守る中で、どこに隠すのか、ある程度の傾向を覚えていくっていうのが大変だけど一つの解決策になりうるんだと思います。理由に、誰かにあげたことを忘れている。隠したことを忘れるよりは少ないんですけど、これも結構あるパターンですね。〇〇さんに気に入られたい、そう考えてプレゼントしたけども、あげた、プレゼントしたという行為そのものを忘れてしまう。対応策、よく物をあげる相手を特定して、事前にうちの親から何か物をもらったら私に返却してほしいと、そう頼んでおくのが一番シンプルな解決策だと思う。親に返却しちゃダメなんですよ。親は意地でも受け取ってもらおうって押し問答になっちゃうことが多いんで、だから一旦受け取っておいて子供宛に返してくださいって、このルーティンを作っておこうという話です。
ありがちなプレゼント先、物をあげる先ですね。近所の人が一つ、ケアマネージャーとか、ホームヘルパーとか、かかりつけのお医者さんとか、看護師さんとか。私の親の場合も、ケアマネさんとヘルパーさん、ここにはものすごくいろんなものを渡そうとしてましたね。明らかに相手がいらないようなものもいっぱいあげちゃうんですよ。例えば、お気に入りで何回も使い古した下着、これつけ心地がいいから、綺麗に洗ったから、ぜひあなたも履いてくださいって渡したりするんです。嫌に決まってるじゃないですか、そんなものもらっても。でも無理やり押し付ける。だからケアマネさんとかヘルパーさんとか、かなり困っておられて、私に相談が来たなんてこともありました。で、親としては下着がなくなったって騒いでるんですよね、後で。理由3、捨てたことを忘れている。もういらないなとか、そう考えて捨てたんですよ。でもこの捨てたという行為そのものを忘れてしまう。認知症って何かやった行為、出来事そのものを忘れちゃうとこが難しいとこですよね。対応策としては、大事なものがゴミに紛れていないか、可能な範囲で確認する。自分のものだけじゃなくて、家族の大事なものを捨てるケースもあり得るんですよ。例えば定期料丸ごと捨ててみるとか。捨てられて困るものというのは、こうした認知症を持ってしまった親の手の届かないところで管理しておく。手が届かなかったら手を出しようがないわけですから。理由の4、部屋に物が多すぎて紛れてしまう。ちょっと経路が違うものになるんですね、今までの1から3と比べると。やたらと物を溜め込んだり片付けができなくなることで、ゴミ屋敷的な状況になってしまうことも多いわけです。対応策、親に声をかけながら定期的に部屋を掃除する。古い衣類を捨てるなど、絶対的な物の量を減らす。いらないものが山ほどあって、その中にいるものが紛れて探せなくなる。これは、ちょっと部署をした時に私たちでも起こり得ることだと思うんですよ。あれ、あの書類どこに行ったかな、なんか紙と紙の間に挟まってどっか行っちゃったみたいな、そうした経験みんなあると思うんですね。認知症になってればなおさらなんですよ。片付ける力そのものも落ちてるわけですから、家族が手伝いながら一緒に片付けてあげるというのが現実的なやり方になるんじゃないでしょうか。自分が一緒に掃除できない時もあると思うんですね。こうした時にやはり訪問介護やシルバー人材センターの活用、こうしたものもいいと思うんですよ。シルバー人材センターというのは有料のボランティア団体だと思ってください。親が住んでいる自治体の名前プラスシルバー人材センターと検索すると、かなりの可能性で見つかると思います。だいたい時間1000円1500円ぐらいで、いろんな様々な作業を一緒にやってもらうことができると。便利屋さんを頼むよりだいぶ安上がりなので、賢く利用したいところですよね。じゃあ今度、親から泥棒扱いされたら腹が立つって話ですね。物をなくした後、取られたんだ泥棒、こう言ってくるわけがあるんですよ。そもそも自分が悪いと思っていないからなんです。まず隠したり人にあげたり捨てた、こういった記憶がないんですね。もうそんなことしてないと思ってる。部屋がゴミ屋敷状態になってても、部屋が片付いてないとも思ってないわけですね。にもかかわらず物がなくなってるわけですよ。自分は何もやってない、物だけが忽然として消えた、俺のせいじゃないんだ、誰かに盗まれたに決まってるだろう、いや目の前にいるお前が盗んだに違いない、この泥棒め。悲しいけれど、こうした現象は起きるものだと考えておいた方が無難じゃないかと思います。起きない方がいいんだけど、起きてもおかしくないんだぐらいの心構えを持っておきたい。横井の意見まとめとなります。物をなくすことを減らすことを意識していきたい。認知症の各種症状というものを考えると、物をなくすことを完全にゼロにするのは難しいと思うんです。定番お気に入りの隠し場所というのはある程度自由にさせておく。で、そこを優先的にチェックする。親が別のことをしていたり寝てる時に何か物を隠していないか、そこをチェックして、で、そこからあるべきところにそっと戻しておくとか、親が発見しやすいテーブルの真上に置いておくとか、そうしたことをしてあげる。で、テレビのリモコンや鍵、毎日に使うものについてはどこに置くのかのルールを決めて紙に書いて貼り出しておく。あんまり数をやりすぎると覚えてくれないとか見るのが億劫になるので、本当によく使う、絶対なくしちゃ困るというものに限ってやってください。大事なもの、毎日使わないものは親が立ち入らない部屋に片付けておいて、その部屋に鍵をかける。
触れることができなかったらなくすこともできないわけですから安心できるわけですよね。その部屋に片付けました、片付けたものが欲しいとかないんだないんだで探し始めたとします。例えば普段親お金の出し入れをしないから通帳は親が入ることができない部屋に隠しておきました。通帳がない通帳がないって言い出すこともあると思うんですよ。でその時は通帳を持ってきてチラッと見せてあげて、これは俺が預かってる、子供である自分が預かってるから安心してね、こう声をかけて落ち着かせるっていうのも、一つのやり方になってくるんだろうか。全体通しての考え方としては発見しやすくする、なくす可能性を下げる、こういった現実的な対応を心がけていくことだと思います。関連動画をご紹介します。こちらの動画もぜひご参照ください。認知症会話は驚くほどスムーズになる感情のポイント制、認知症の親との付き合い方1、親が認知症に賢く付き合うハウツー、認知症の親との付き合い方2、認知症の親の気持ち寄り添い方そらし方、認知症の親との付き合い方3、認知症の親にプレッシャーは NG、 それぞれすべてリンクは概要欄に貼っております。まだご覧いただいてない方ぜひご覧いただければ幸いです。今回の動画はいかがだったでしょうか。なぜ物をなくすのか、どんな対策が現実的に考えられるのか、よくお分かりいただけたことかと思います。次回の動画では認知症の親が物をなくしてしまった、その時にどのように対応すればよいのか、やってはいけないことは何なのか、そのあたり詳しくお話をしております。ぜひまた来週もご覧いただければ幸いです。この親ケア .com 公式チャンネルでは皆様からの質問、ご要望などにできるだけ答えていきたいと考えています。何かありましたら動画のコメント欄及び Twitter の DM などでお送りいただければ幸いです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。この動画が参考になったら、いいねやチャンネル登録をお願いします。また公式サイトには無料で役に立つ介護情報が満載。親ケアで検索してください。